じゃあこんにちは杉高さん、はい、ちょっとあの面白い見出しの記事があったのでちょっと今回これをピックアップしたいなと思ったんですけれども、一体なぜ巨人秋広が中田翔への弟子入りを理由を初告白ということで、なんで笑うんだよ。いやこの一体なぜっていう見出しがすごいなと思って。まあ一体なぜだよね。一体なぜですよね、うん、ということで巨人だって秋広と中田って同じチームメイトにはなってるけど、はい、なんか接点を感じないじゃない。まあそのファームである程度やったっていう時期があったにしても、はいはい、なんか接点っていうのはあんまり感じないわけじゃない。あ、まあそうですよね、うん、ただ接点があったんです。おファームで接点が、うん、だからそのファームしかないよね、はい、あ、そうですそうです、うん、そしてまあポジションが一塁、うん、ファーストということもあったと思うんですけれども、うん、中田翔選手自身もすごく戸惑ったと。最初なんで俺っていうふうに思ったそうなんですよ。でも秋広選手によると、もう日本ハムの時から同じ一塁の守備が一番うまいと思っていましたと、はいはい、でジャイアンツに来て二軍にいた時にすごく練習熱心というか、あれほど一軍で活躍されてタイトルも取られている方がああいう姿勢でやっていたというのは自分の中で勉強になりましたと。で自分ももっとやらなくてはいけないなと思ったので、やっぱり弟子入りをしたいというふうに志願して一緒に、まあ、トレーニングするようなんですけれども。何がおかしい。いやおかしくないです。いやいいと思うよ。いやいい、そうですよね。いやそれはさ、はい、そのまあ、例えばね暴力沙汰だとか、はい、まあ、いろいろこうあって、うん、そういうふうな周りの目が厳しくなってね、はい、うがった見方しかできてないのかもわからないけども、うん、まあ、秋広はしっかりあの見てるところは見てるよね、うん、ファーストの守備がうまいって、はい、まあ、確かにうまいよ、下手ではない、うんね、そういう、こう勝負強さ、うん、タイトルも取ってるし、はい、やっぱり俺もパ・リーグの試合を見てて中田翔って本当に、まあ、ここ何年かそういうことはあんまり感じないんだけど本当に勝負強いよあの子は、はい、うん、ここ一番球国の時に打ってくれるという、うん、あのそういうこともあるし、はい、まあ、その秋広は中田翔のいいところを見れてるのかなっていうふうに、うんうん、うがった目じゃなくてもうサングラスかけて色眼鏡で見てなくて、はい、あの本当にいいところを見てる、うん、だから弟子入りをしたい、はい、だから秋広のこの性格、この人のいいところを見抜くという、うん、ここも一つなんか秋広の素晴らしいところだよね。ああ俺はそう感じた。だから別に誰に弟子入りをするとか、はい、それはもう誰でもいいことであって、うん、それは自分よりうまいとか、はい、自分がリスペクトしたいものを持ってるそういう人に対して積極的にアプローチをかけていくっていう姿は俺はすごくいいと思うけどね。そうですね、うん、まあ、同じ、まあ、ファースト、まあ、守備がファーストを守る、はい、でバッティングに関しては何かこう中田選手のどんなところを、まあ、盗みたいというかと思ってるのかなって、うん、豊さん的に考えますか。あだからあの秋広が言ってるのは、うん、そのスピンのかけ方だとか、はい、そういう打ち方でしょ、うん、でやっぱり札幌ドームでさやってて、まあ、なかなかホームラン王っていうのは手が届かなかったけども、うん、でも1本差で負けた時もあるしさ、うん、でもあの札幌ドームで1本差っていうことは確実に他の球場であればホームラン王を取ってるみたいな、うん、そのぐらいのそのバッティングの技術というか、うん、あのスピンのかけ方っていうかね秋広が言ってるように、はい、それはもう素晴らしいところがあるし、うん、だから、まあ、そういうところを盗みたいというかね、うんでこれトレーニングで、まあ、いろんな選手弟子入りとかその誰かと一緒にトレーニングするっていうの多いと思うんですけれども、そうするとそのバッティングとか例えば秋広選手か中田選手のバッティングとかを見たり教わったりして何か似てくるところって出てくるんですか。やっぱりその例えば、まあ、フォームかわからないバッティングフォームかわからないですけど何かこうやっぱバットの軌道が変わるかも可能性はあるよね、うん、まあ、例えばさ全日本でね、はい、鈴木誠也が不調で入って最後ホームランで締めたけども、はい、ギータにちょっとバットの軌道だとかこう教わったというよりもバッティングの議論をしたんだと思うんだけども、はい、その中でヒントを得て、はい、で後半になってポンポンとホームランを打ったよね、うん、鈴木誠也がそれバットの軌道が変わったわけ。あのまあ、それに似たような状況になってくる可能性はあるよね。あじゃあ何か例えば悩んでいたバッティングに関して何か掴めてないなっていうところがこの一緒にやることによって何か、まあ、ヒントを得る可能性はあるよね。あそれはやっぱりさもうずっとさ何も考えなくてやってきたわけじゃないわけだから、はい、うん、で中田翔だって3億ちょっともらってた選手、はい、それはやっぱ成績が止まらないとそこまで給料っていうのは上がってこないよね、うん、はい、で払えないよね。
だからそれなりのものは持ってるということだよ。そうです絶対に、うん、それを秋広が吸収できるかどうかっていうことだよね。そうですね、うん、あと守備に関しては中田選手からどういったことを具体的にこう教わりたいというか見たいと思ってますか、ね、まあ守備はやっぱ中田がどういうふうなものを基本にしてるかということだよね、うん、それを聞けばいいと思うよ、はい、あとはもうノックの数を受けることだよね。あ、うん、だからどういうふうなものを持ってるのか、うん、まあどういう考えで守ってて、どういう基本を大切にしてるのかっていうことを聞けばいい、うんうん、そしたらバッティングが右と左だからさ、ちょっと感性が違うんだよね、はい、だからそこら辺がちょっと心配なところで、守備に関してはもう一緒だから、うん、右も左もないしね、はい、だからそういう意味では聞くことはチャンスはたくさんあると思う。そうですよね、うん、だから右と左のバッティングの違いっていうのは確実にあるんだよね。本来だと右だったら右、左だったら左の人にやっぱり一緒についていくのが、まあ、その方が感性が合うよね。ああ、うん、そうですよね、まあ、だけど考え方だとか、はい、スピンのかけ方っていうのは右も左もなくてね。そっか、うん、だからそこら辺の技術は習得できるというね。あで、秋広をね、ファームのゲームでまあ今ね、はい、いろいろテレビでやってるから見たりとかもしてるけど、確実着実にこう成長してきてるよね、うん、うん、楽しみな選手だね。どうですか、来シーズンとかやっぱりチャンスがあればその一軍で。いや、それは見たいよね、はい、見たいし、やっぱりジャイアンツの方もあれだけその今年ね、はい、キャンプに連れてったりだとか一軍のその雰囲気をこう教えたっていうことはそれなりに期待してるっていうことだから、はい、だから早く、うん、俺も見たいし、ね、柔らかいバッティングを見たいよね。柔らかいバッティング、やっぱ彼の特徴は本当に柔軟性だから、うん、すごくこう柔軟なものを持ってるからね、はい、器用貧乏にはなってほしくないけども、うん、その柔軟性はなくしてほしくない、うん、これはどういうことを言ってるかというと、はい、柔軟性がある人っていうのは時としてホームランを打てなくなる時があるんだよ。へえ。だから駒田っていうのはあれだけの体をしてて、はい、ものすごい器用な選手だったんだよ、はい、あれが不器用な選手で一つのことしかできなかったら、うん、俺40発ぐらい毎年打てるような選手になってると思うんだよ。でもその器用さが邪魔するんだよ。あ、そうなんですね。そうそう、だからそういった器用さを持ちながら30発打てるような選手になってほしいなと思うよね、うん、体的に。豊さんがじゃあ見るに秋広選手ってどのバッターに似てるんですか。タイプ的に言うとこういう風な選手に なってほしいでもいいですけど。いや、こういう選手になってほしいっていうのは、はい、やっぱその金本だとか。ああ、すごいですね。金本だとか、まあ、その吉村って、はい、ジャイアンツの、はい、今年もコーチから外れるけども、はい、ああいう選手になってほしいよね、はい、すごいですね。それぐらいのやっぱあの魅力はある。あ、でもそこに器用さがあるから駒田2世になっちゃうかな。いや、まあ、そういうことですけどね。例えば、いや、2000本打てって言ったら、はい、今からだったら、まあ、彼が一つのものを掴んだら2000本打てると思う、うん、秋広選手、うん、ただホームランであるそれだけ体でかいのにホームランないのって言われるような選手にはなってほしくないんで。あ、でいつでもホームラン打てますみたいな。まあ駒田も打てるけどね、はい、駒田が打てなかったっていうわけじゃないけども、うん、駒田にあの器用さがなかったとしたら、うん、もっとホームランが増えてたということなんで。あ、そういうだ、器用さが出ちゃうからさ、はい、人が打てない、手足が長いから、うん、打てないところでもポンと打ってヒットにしちゃう、うん、いわゆるその器用さが器用貧乏になるんだよ、うんうんうん、だからそれは避けてほしいなと思うよね。もっとあのスケールの大きいところっていう、そうスケールを大きくね、うん、で自分の考え方も大きく、はい、だから中田翔っていうのは、はい、そんな小さな一歩にこだわるんではなくて、やっぱ自分の形にこだわりホームランにこだわってきてる選手だから、だからそういったところも、はい、スケールを小さくしないためにも大切なことを教わる可能性はあるよね。そうですね、うん、だからまあそういう期待はある、うん、じゃちょっと中田塾で秋広選手がどう変わって来年のキャンプにどういうふうに成長を遂げてちょっと来シーズンね活躍していくか、まあ、そうだね、はい、その成果見てみたいですね。まあすぐにはね、うん、なかなか出ないとは思うけども、はい、だけど一つのきっかけをね、うん、掴んでほしいなって思うよね。そうですね、誰でもいいんだよ、うんね、やってきた人って何か持ってるから、うんね、それを吸収してほしいなっていうふうに思うよね、はい、はい。